ダイヤデイジーは、小学館が、小学館スペシャルダイヤデイジーの名前で発行していた、女子小中学生向けファッション雑誌である。雑誌名の由来は、ダイヤモンドや親愛なるを意味するディアと、ひなぎくや花言葉で無邪気な性格を意味するデイジーを合わせた造語である。小学館は、女子小学生向けに、少女向け用年漫画雑誌の、 チャオと低学年向け用年漫画情報誌のプッチ組、女子中高生向けには少女漫画雑誌の少女コミックや別コミ、高校生以上の若い女性向けにファッション雑誌のキャンキャンや PS を発行しているが、小学館のラインナップにおいてチャオプッチ組や小学館の学年別学習雑誌を読まなくなるような小学校高学年から中学生のローティーンを 対象としたファッション雑誌は空白であり、それらの年代の女子に、ファッションやライフスタイルを提案する雑誌として、2009年10月31日に、創刊号が発売された。第2号は2010年3月、第3号は同年7月に発売された。しかし、第4号以降は発売されることがなく、事実上休刊した。ファッション雑誌であるが、 小学館の子供向け雑誌らしく漫画の付録があり、総看護では、書込見からみなせあい、千山田剛つよしらが招聘されていた。ありがとうございます。